書店でも購入できるし、ネット楽天とかアマゾンとかでもできるし、あと私のサイト、公式サイトみたいなのでも買えます。ちょっとお気に入りの、2月がお気に入りだったら、ふーちゃんは、ふーちゃんは何月がお気に入り？ん？お、興味津々。ん？ちょっとね、ネタバレになっちゃうから全部見せられないんですけど、ふーちゃん？あ、興味ないの？全く興味なさそうだね。え、私全部お気に入りなんですけど、一番、でも表紙はお姉ちゃんが選んでくれたお気に入りの表紙。悩んだ。まあお気に入りだから表紙にしたっていう感じなんですけど、まあまあまあ、あ、でも好評だったのはちょっとだけ、じゃあ見せちゃいます。ほんとちょっとだけ、この、あ、ちょっと待って。全然。どうしたらいいんだろう。私にもフィルターつく。このピンクのね、この世界の写真とか、結構ピンクが多いかもしれない。ピンクブームなんですよね。うん、レイアウトとかにもすごいこだわって、あの写真の位置とか、あと何だろうね、写真、まあ写真の組み合わせ方、あと周りの縁の色味とか柄とか、あと文字で数字の場所で月、ジューンとかオクトーバーとか、なんかその数字の、あの字体とかもう全部考えて。そう、めっちゃお気に入り、天才だと思う、我ながら。ジューンがね、ジューンのデザインがめっちゃ好きで、ちょっとじゃあ私は隠そうかな、私はじゃああれなんですけど、こんな感じ、こんな感じです。わかりますか？ちょっとこうね、なんかグリーンっぽい感じっていうか、キラキラグリーンみたいな。寝ちゃった、寝てる、体育中、体育中だね、眠いね。そう、皆さんのお気に入りもね、聞きたいです。ラブラドールって言われてるよ、ふーちゃん。ふーちゃんラブラドールだって。チワックスなのにラブラドールもどきだもんね。あ、ちょっと見えてる。本当に全部お気に入りです。もう後ろまで、一番、一番後ろじゃないか、一番後ろから3番目の写真が表紙とのなんか伏線回収みたいな感じで、ビーグルって言われてるよ、ぶーちゃん。ビーグルだって、違うのにねえ、チワックスですって。ラブラドールみたいだって。おねむですね、ごめんね、ぷーちゃん。眠いのに。寝ようか。ジュラピケの洋服着てます、ぷーちゃん。ほら。ということで、ちょっとぷーちゃん眠いみたいで、私もお風呂に入らないといけないので、お風呂。